ゲストを紹介しまーす。青山優雅役の桑野康介さんでーす。僕がヒロアカのラジオに登場さ、メルシー。はい、どうも、青山優雅役の桑野康介です。メルシーメルシー、よろしくお願いします。メルシー、来てくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ようこそ初ゲストの、はい、桑野さん。桑野くんでよろしくお願いします。あ、まず、いくつですか、今。1990年生まれの。つまり24歳。25です、ね。あ、5歳。今年6になる。6になる。あ、僕、89年なんで。あ、1個お兄さんや。え、大輝くんのお兄さん？お兄さんになったの。お兄さん、お肉おごんないとじゃん。お兄さん、お肉おごりますじゃん。あ、ぜひ。それは喜んでついていきます。やったー。でも、芸歴はどうなんですか？芸歴は15の時からなんで、もうかれこれ11年目とか。桑野さん！やめてください、やめてください。桑野さん！やめてください。お肉をおごってください。おごってください。それ違う。じゃあ、桑野くんで大丈夫ですか？はい。むしろ、もっと、なんか、気安く、こうちゃんでもいいですし、こうすけでもいいですし。そういえば、ニックネームっていうのはなんか、よく呼ばれるニックネーム。やっぱ、こうちゃんが多いですかね。こうちゃん。年上の方には、こうすけだったりとか、気安く呼んでもらえると、じゃあ、こうちゃんで行こう。こうちゃんいいな。こうちゃんで行こう。逆に僕はお二人のことをどうお呼びすればいいですか？大輝くんと、ノブくんかな。ノブくん。なんか、お二人めっちゃ照れてるじゃないですか。じゃあこうちゃんで。こうちゃんで。よろしくお願いします。